はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけどもツインモーションの動画を撮っていきたいと思います。はい、まずですね、ツインモーション何を撮っていくのかと言いますと、これ今ツイッターで企画している建物ですね。まあそれで作ったですね、この周辺環境をですね、こんな感じで山みたいな地面が隆起したり陥没したりいろいろしてあるんですけど、これ全部自分でもうサクッと作っちゃったんですよね。今回はこのやり方を説明していきたいと思います。はい、まずですね、これはもう一旦作り切っちゃってて重いので新しいところに飛びます。はい、ということで新しいファイル開きました。この状態でですね、皆さんおそらく最初に開けた時にこの画面があると思います。で、このデフォルトで設定されてあるこの地面なんですけど、これに関しては何もできないので、これをクリックして消してください。じゃあこの画面になりますので、この状態で左側の三角を押していただいて、で、このライブラリーからですね、ベジテーション&ランドスケープを押していただいて、このランドスケープですね、どちらでもいいんでクリックして持ってきてください。はい、ということで、まあ、こんな感じになりました。閉じていただいてですね、こっからデフォルトであんな感じで凹凸があるんですが、この状態でですね、自分なりのものを作りたいですよね。それをするにはまずクリックしていただいたら、ここにこの2つが出てくると思います。この2つ何が何かと言いますと、このまずね、スカルプト、こいつをクリックしていただくとこんな感じが出てきますよね。これ直径と強度と形ですね、とあとここにどういう風に地面の形を変えていくのかっていうのをここで選べます。で、まずこれですね、まあ一旦10メーターでやりますけど、クリックし続けるとそこがずっと上に上がるんです。逆にこれはもう分かるようにこんな感じです、へこむと。で、これは今ボンって出ちゃってるんで滑らかにしたいという時はこれを使って滑らかに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 していくっていう、こういうツールです。これは逆にですね、山脈みたいなのを作る時に使います。で、これは何かと言いますと、出てるものをギュッと下げる役割です。もう一回触るだけでグイッといきますね。で、逆にこいつはこんな感じで最初に触れてるところと同じレベルになります。ギューッとクリックしながら持っていくと、見てください見てください、こんな感じでギュイッとしてあげると元の高さに戻ります。やった、ほい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 。これは大事にすると言いますか、地面を平行にしてくれるものです。まあこれ今丸なんですけど、ここでね形を変えますとこんな感じで四角にもできたりします。ボコって出てくる感じが違いますよね。このシェイプが違うだけで、この自分が作りたい世界観に合わせてね、ポン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 効率よく作ることができますので、このシェイプ、2点式とディアメーター、直径と強度と形ですね。これをうまいこと使い分けて、自分なりの世界観を作っていってください。でですね、まだもう一つ言いたいことがあるんで、こんな感じでボコーと上げますよね。上げた時にこんな感じでね、てっぺんちょっとだけまあ緑で、他なんか岩なってるなって感じじゃないですか。これを変えることも実はできまして、こちら最初に2つ選んだうちのこちら側、右側選びますとペイントの方です。でこんな感じでまた直径、大きさ、スケール、オパシティ、バリエイ、シェイプ、また形とこの4つがありますよね。これに合わせてですね、ここから選べまして、例えば全部緑にしたいとしますと、ここに持ってきたらですね、見てください、もう今ボコって出てるのがこれですね、一番右側だったんで、うわ、全部緑になりました。こんな感じで、このペイントもうまいこと使い分けると、より一層自分の世界観に近づいて、自分の作りたい建物の周りの環境を作り出すことができるのじゃないかなと思います。これもうまいこと使い分けして、ツインモーションを楽しく使っていきましょう。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。